はい、北野です。今日はですね、フリーランスがインスタ集客で伸び悩む3つの原因とその改善っていうところですね、ポイントをまとめてお伝えしていきたいというふうに、思いますということで、まず早速1個目ですね。インスタグラムでまず、フォロワーが伸びないとか集客できない1個目の原因っていうのがタイトルが悪いということになります。タイトルが悪いで、これに関してはですね、実際に YouTube のサムネイルであったりとか、まあ、実際 Amazon のですね、書籍で、売れているタイトルであったりとか、自分の同業のですね、人が書かれている本のタイトルっていうのをね、参考にしてモデリングをする。結局モデリングが、ね、不足っていうところが原因だったですね。そこはやっぱちゃんとリサーチをしていただいた上で、お客さんに刺さるね、その投稿のテンプレートっていうのをね、しっかりと作っていくことが重要になります。まあ実際うちの学科とかでもですね、インスタグラムの77個のですね、投稿テンプレート、まあ約2ヶ月半分のですね、テンプレートのお渡しをさせていただいたりもしてるんですけど、インスタグラムって本当にこうタイトルの付け方っていうので、ね、全てがやっぱ決まると言われるぐらいね、重要になってきます。ぜひここね、見直してみていただければというふうに思います。2つ目、ストーリーを投稿していない、もしくはつまらないっていうのが2つ目の原因になります。でこれはですね、インスタグラムってストーリーっていうのが、まあ実際一番よく見られると言われるぐらい、まあ、めちゃめちゃ重要なんですね。でストーリーで実際に投稿もですね、これ1日にやっぱり3から5配信ぐらいやっぱした方がいいですね、時間を空けて。っていうのもやっぱ接触回数でですね、やっぱ自分を覚えてもらわないといけないし、あ、北野さん今日もストーリー上げてるね、今日も上げてるねっていう形で、その接触回数の積み重ねが結局信頼残高となって、そこからファンになってくれるってことがあります。でそれがやっぱインスタグラムのストーリーっていうのはすごい、インスタで教育をしていくことで商品が売れやすくなったりだったりとか、取材ファン化するために非常にね、マスターのツールなので、これはちゃんとやっぱ更新頻度を増やしていくってことと、あと発信の内容としてはね、やっぱ共感を取れる内容ですね。例えばインスタグラムのストーリーっていうのはがっちりそういう応援を発信するっていうよりは、日常の裏側とかプライベートですね、プライベート、あと自分の価値観を発信して、この2つをねやるだけでもすごいね、お客さん自分のファンになってくれるってことがありますので、ぜひねこのポイント意識してやってみてください。3つ目、フォローコメント先が悪いということになります。いわゆるフォロー先コメント先の相性っていうのもいろいろありまして、例えば同じ、例えば私ダイエット系ですと、でダイエットに興味がある人の投稿にいいねしてる人にフォローしていく、コメントしに行くってやっても、この人の投稿にいいねしてる人にコメントしに行くと、大体フォローバック率って言ったら 20% ぐらいしかないと。でもこの人にフォローしに行くと、コメントしに行くと、フォローバック率50% 上がるってことは結構あったりするんですね。で基本的にフォローバック率っていうのはまず最低 30% ってところを目指してやってほしいなというふうに思います。でこれ以下の場合はですね、明らかにフォロー先が悪いということになりますので、そしたらまたフォロー先を変えて1週間テストをして様子を見ていくっていうね、段取り踏んでいく必要があります。でいずれにしてもですね、今日、まずタイトルでしょ、そしてストーリー、そしてフォロー先コメント先っていうお話をさせていただきました。この3つをね改善していこうっていう話をしたんですけども、でこの3つをですねやっていくで、まあ大体1日の作業の間で、大体まあ1日1投稿してフォロー回りしてコメント回りしてストーリーアップしていただいて、大体90分ですね。毎日やっぱ週5で90分の作業ってやっぱ必要になります。でこれがどうしてもね、めんどくさいとか時間がなかなか上げられないっていう場合は、まあそれを外注するっていうのもありだと思います。まあ実際インスタグラムって通常だったら会社さんにお願いすると月額30万とか40万が結構相場だったりするわけですよ。でもそういうお金ってフリーランスに払えないわけじゃないですね、結構高いわけですよ。でもうちの場合とかだったら、実際大人企業専門学校っていうのは実際講座も受けながら、スクールを受けながら、実際運用の代行もね、特典としてついてきますので、まあ、ぜひこういう形でね活用していただくってもいいと思います。まあゆくゆくは外注に任せていくっていうのも視野に入れていただいた上でね、運用していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日の動画少しでも参考になった方、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE で友達に登録していただいて、プレゼントもゲットしてみてください。